やはりみんなちょっとこのモフ尻が気になっているようです。犬の秘密基地団始まるよ。お泊まりコーギーのるいくんが朝からウキウキしてるよ。どうも、犬の秘密基地です。トイプーのじゅんくんが気になっているようです。トイプードルのジュンくんが分身したかと思ったら、こちらはトイプードルのプータくんでした。ルイくんはどっちがどっちだか分かっているのでしょうか。どんぐりちゃんとスアマくんの後ろを通り過ぎる2人。プータくんとジュンくんはだいぶ似ている感じです。スアマくんとどんぐりちゃんはどっちがどっちなんだといった感じの表情になっています。一旦ブータくんはメルくんと一緒に一休み。どんぐりちゃんと隣にはネブライフーさん。しばらくしたら新顔マルプーのマプミーくんが合流です。モフジリマルプーのマプミーくんはみんなに囲まれてしまっています。やはりみんなちょっとこのモフジリが気になっているようです。まだまだモフジリフィーバーは続きます。もうだいぶマプミーくんみんなに囲まれてしまっていますね。しばらくしたらさすがにちょっと落ち着いてきたでしょうか。マプミーくんもようやく自由に動けるような感じになっています。でもなんだかんだでマプミーくんの周りはまだ賑やかな感じです。トイプードルに挟まれるモフジリマルプーのマプミーくん。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私プーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。